整形公表自己破産検討のテンチム、お金いっぱい持ってそう。突っ込みの整形ステマ疑惑を完全否定。昨年10月より無期限での活動休止の宣言するも、今年の4月に出産報告活動再開を報告した YouTuber のテンチム30が24日までにインスタグラムのストーリーズを更新。整形ステマ疑惑を否定した。 テンチムはこのところ、ストーリーズで復帰前に行った3箇所の整形の詳細を説明。今回の更新では誤解されるの嫌なので言うと、この前、執刀医を挙げた投稿した時に一部からステマだ案件だとか言われますが、ステマでも案件でもないし裏でお金やバッグもらってるとかもないです。なので投稿を見てクリニック行っても私にお金いるとかはないし。 私のメリットは本当に特にないですわら昔。案件でお世話になったクリニックもお金払ってお客さんとして通ってますと、整形手術のステマ疑惑を否定。良いものは人に教えたくないって精神があまりないのでどこをアップでしたか気になってくれる人が多かったり同じ悩みを抱いてる人がいたからシェアしましたと綴った。その上で、とはいえ、 私がどれだけ信憑性がない人間かは私もよくわかっているので誤解されても仕方ないですが誤解されたくないから一応言いました自分がお金を稼ぐ場所は63円ジェルキューバーレスク東京って決めてるのと肩書きに頼らず物事に対してちゃんとお金を配退し自分の影響力は良いように使うと自分と約束したのでとも説明した天チムさんといえば かつて自身が関わった商品がきっかけで相手企業との訴訟問題になっており、先日は YouTube で自己破産について言及していたことも。そうした背景もあってか、成型についての発信に関して一部からは、こんな大きな問題抱えてる中なのに美しくて、すごいな、といった声の一方で、お金いっぱい持ってそうだけどな、そんなことをやれる余裕があったら金返せって言われて当然。 といった声もありました。ただ、天地ムさんは現在、東京六本木の人気ショークラブ、63エンジェルでの収入がメインであることも明かしています。ストイックな彼女ですから、仕事を頑張るビジュアル強化という発想から、復帰前にさらなるアップデートに踏み切った可能性もありそうですよね。何はともあれ、訴訟問題が解決の方向に向かっていればいいと思われますが、 女性史ライター。なお、天チムは今回の投稿の最後に、ただ、私がよがったものがすべての人に良いとは限らないので、うのみにせず自分で調べてから行って、ください、と注意喚起しつつ、PS、抜志士に行った時に、カウンセリングに来てくれる方が、こんな手術があるなんて、と感謝してくれるんです、と嬉しそうに先生に言ってもらえて、 同じ悩み持つ人の役に立てたのが嬉しかったのでバーレスクの営業をかけときました。と思いを綴っていた。今回の投稿で誤解されても仕方ないですが誤解されたくないから一応言いました。自分の影響力は良いように使うと自分と約束したので、と明かし、強い決意が感じられる天チ無。こうしたスタンスを支持しているファンも多いようだ。一部からは、 お金いっぱい持ってそうだけどな、とのツッコミはあるものの。誤解されても仕方ないですが誤解されたくないから一応、言いました。自分の影響力は良いように使うと自分と約束したので、と明かしていた天地ム。過去の出来事を踏まえ、心境が変化したようだ。